それではただいまより令和5年度第11回市長記者会見を始めさせていただきます。長渕市長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず議会を終えてということで、本日の午前中に令和5年第4回市議会定例会が閉会をいたしました。今回の議会では補正予算案可決されております。また令和4年度各会計の決算についても認定をしていただきました。その他すべての議案についても可決をしていただいております。令和4年度の決算におきましては、一般会計の実質収支額、財政調節基金の残高増加しておりますが、経常収支比率は高い水準にあります。市民の皆様がこれからも社会で安心して暮らしていただき、将来にも夢と希望が持てる都市であるように、持続可能な財政運営に向けた取り組みを着実に進め、社会が持つ可能性と魅力最大限に発揮しながら、新たな取り組みにも引き続き積極的に挑戦したいと考えております。その意味も含めまして、本日3点案件としてご紹介をさせていただきたいと思います。まず1点目は、イノベーション創出のための交流競争拠点の開設についてです。はい、毎回お伝えをしている堺市基本計画2025市政運営の大方針の計画において、重点戦略を人や企業を引きつける都市魅力としていまして、成長産業や新事業を生み出すイノベーションの創出を掲げています。仕様としては、イノベーション創出につながる事業数を掲げていまして、特に産業支援機関、堺商工会議所でありましたり、産業振興センター S キューブ、また大阪公立大学などさまざま機関が集まる中本エリアをイノベーション創出の拠点と位置づけて、社会課題の解決、また地域に新しい価値をもたらす取り組みを支援をしています。そんな中本エリアですが、この度堺新事業創造センター S キューブ内に、起業家や事業家、また時代を担う若者などイノベーションの担い手となる方が気軽に集まって、多くの方が交流することで、新たなビジネスが生み出されること、イノベーションが生み出されることを目指して、コミュニティルーム、茶室を開設をいたします。堺市でこれまで、これは今の、実際には10月2日オープンですが、現在の茶室のイメージとか、工事完了後の写真ですかね。はい、このような明るい広々した空間になっています。はい、この間堺市でもさまざまなプログラムを実施しましたり、実証機会を提供してきました。地域課題を解決するイノベーションに向けた取り組みでありましたり、ビジネスの取り組みやビジネス、そして次世代の担い手も生まれてきておりまして、この流れをさらに深める、広げるための今回の交流競争拠点の開設ということになります。こちらでは学生、起業家、若者をはじめ、多様な方々が集まっていただきまして、新たな事業を生み出す空間とするために、多様な利用者に寄り添ったサポートを行います。例えば、利用者のニーズや可能性、また情報を他の地域の交流施設ともつなげて、地域を超えたイノベーションの創出を図りたいと考えております。またコミュニティマネージャーを2名常設、常にそこにいていただきまして、利用者の実現したい取り組みをお聞きをして相談をお受けする、ニーズに合った支援や人をつなげることで、創業期の事業成長などを応援したいと考えております。解説に伴いまして、はい、オープニングイベントも開催予定をしております。今回のイベントにつきましては、はい、堺出身の学生団体、これからの時代を担う学生、企業に関わる団体の皆さん、
そして、交流拠点の運営を担う企業の代表ともトークセッションを行いたいと考えておりまして、イノベーションに対する関する対談を行う予定にしております。私もその対談に参加をいたします。応募先着40名ですが、インターネットで申し込み受け付けておりますので、ぜひ当日お越しいただきたいと思いますし、また会場で参加者同士のネットワーキングの時間も設けますので、異業種の方、また同じ思いを持つ皆様お集まりいただきたいと考えております。目的とするところで赤字で書いています人や情報をつなげ競争、共に作る競争によるイノベーションを創出することを目指して、以前の堺は物の始まり何でも堺という言葉がありましたが、これからの時代にも物の始まり何でも堺と、まさに堺だとおっしゃっていただけるように、次々とイノベーションが生み出されることを目指して、地域の企業、住民の皆様、また大学をはじめ、さまざま団体の皆様と一体となって、この中本をイノベーション創出拠点として盛り上げていきたいと考えております。次に鉄砲鍛冶屋式の開館についてです。再び基本計画2025、重点戦略の5つありますが、先ほどの1つ、そしてもう1つ、5つのうちの1つ、堺の特色ある歴史文化としまして、観光エリア、堺急行の魅力の創出を掲げています。また指標としては、観光エリアの来訪者数を上げております。今回ご紹介する鉄砲鍛冶屋式につきましては、この観光エリアですね、1615年、大阪夏の陣で、灰と化してしまった、焼け落ちてしまった堺の町を、徳川時代にですね、江戸時代に修復されたのが、この赤字の観光エリアです。中世の時代の黄金の蛇と言われた観光エリアは、もう少し小さなエリアだったとありますが、1615年に現代の町割に基づいて復興されたこの観光エリア、今はその堀のうちの2名しか残っていない状況ではありますが、地図等で、Google マップ等で上から見ると、観光エリアのこの場所というのは今も感じることができます。そしてこの観光エリアに、堺の中世の歴史、そしてそこから明治時代、伝統産業も含めて、現代に至る伝統文化歴史の多くがこの魅力が詰まっている地域でもあります。今回ご紹介する鉄砲鍛冶屋式につきましては、近隣に山口系住宅、また清学院という施設もございます。また看護エリア、水辺の空間も現在も活用されておりまして、町の景観とも一体となっている憩いの空間でもあります。また刃物でありましたり線香などの伝統産業、さまざま凝縮をしたエリア、その中に今回新しく開設をする鉄砲鍛冶屋式がございます。この鉄砲鍛冶屋式を簡単にご説明させていただきたいと思いますが、日本全国を見渡しても唯一江戸時代から現存する鉄砲鍛冶の住居兼作業場という位置づけでして、大変貴重な歴史資源です。堺市におきましては、平成16年に堺市の有形文化財に指定をしまして、平成30年建物の所有者から寄贈を受けて、歴史を身近に感じながら本物のものづくり空間を体感できる施設として整備を行ってきました。堺の代表的な産業である自転車や刃物につながっている鉄のものづくりの技術を、江戸時代から400年後の今に伝える鉄砲鍛冶屋式として、来年令和6年の3月3日に開館することを本日発表をいたします。この施設の一部をご紹介させていただくと、建物外観、
まあ、今までも建物の外観と外からは見ることができましたが、中は修復作業を行っておりました。そしてこの度お客様を迎えていたこの新座敷でありましたり、またこちらですね、職人が行き来していた土間もございます。そして完成をイメージした完成イメージをもとに鉄砲鍛冶屋敷の特徴をご説明をさせていただきたいと思います。こちら上の仕上げ場と書いてあるところは鉄砲の組み立てや最中調整を行っていた場所とでして、下の段は重心を、銃の本体ですね、重心を製作していた鍛冶場です。残された資料から当時の再現を目指して整備を現在進めております。入館してすぐに仕上げ場がございますが、ここでは一部無料ゾーンとしておりまして、鉄のものづくりの歴史等を紹介する動画の放映でありましたり、分業による制作工程を展示をいたします。来年3月3日の開館に向けて、さまざま企画やイベントも計画をしております。一つはクラウドファンディングの実施です。一口5000円で、来週の月曜日から12月末まで、10月2日から12月末まで募集をいたします。寄付は鉄砲鍛冶屋敷に残る貴重な資料を多くの方にご覧いただく展示の整備等に活用させていただきたいと考えております。寄付いただいた方には2つの特典を利用して用意をしております。1点目は親子向けのプレオープンツアーにご招待、学芸員による分かりやすい解説付きのツアーで、親子で楽しんで参加をしていただきながら、子育て中の皆様にも堺の歴史文化により興味を持ってもらう機会としたいと考えております。親子に限らずお申し込みが可能です。そして2つ目は日々のお金のやり取りを記録をしたこの大福帳、これが実際の表紙ですかね、大福帳のレプリカにお名前を記載をして鉄砲鍛冶屋敷で展示をさせていただきたいと思っております。ぜひ皆様からのクラウドファンディングへのご応募ご支援をよろしくお願いをいたします。はい、そして開館に向けた取り組みの2つ目は鉄砲鍛冶屋敷についての講演会です。関西大学様との地域連携事業として開催をいたします。講演会では2万点を超える鉄砲鍛冶屋敷の資料の調査研究に携わった専門家による講演や、保存修理工事で判明した最新の調査成果などを報告をいたします。募集は10月10日から先着350名様ですので、ぜひ多くの方のお申し込みをお待ちをしております。古墳時代の大きな古墳を製造するときに培われた金属の加工技術が脈々と受け継がれて、刀、鉄砲、堺打ち刃物、また現代の自転車産業にもつながっていると歴史がございます。堺のこのものづくりの歴史を実際に見て触れて感じられる鉄砲鍛冶屋敷の開館、ぜひ多くの方、市民の皆様も堺市外の方も楽しみにしていただけたらと考えております。はい、そして最後3点目、いよいよ間近に迫ってまいりました、来月に迫ってまいりました G7 大阪堺貿易大臣会合の取り組みについて2点お伝えをさせていただきたいと思います。はい、まずは堺市特別警戒訓練としまして、会合開催に向けてテロ行為が発生した際の要人の VIP の救出救護や迅速な情報共有を目的とした特別警戒訓練、こちらを堺市と大阪府が連携して実施をいたします。訓練当日は不審者が爆発物を投げ込んで多数の負傷者が発生したという想定で始まり、堺市消防局による救出救護訓練を行います。また現場で発生した危機事象を受けて、堺市危機管理室による大阪府危機管理室と連携した情報伝達訓練も実施をいたします。堺市消防局の車両10台と大阪府の職員総勢93名でこの訓練を実施をいたします。
先週ですかね、大阪府警の訓練も私も出席をしてまいりましたが、今さまざま開催を見据えた準備が進められております。今回堺市の消防局が中心となって行う訓練ですが、各機関しっかり強固に連携をしながら、安心安全の今回の G7 貿易大臣会合の開催につなげたいと考えております。続きまして、機運醸成の取り組みについてです。今回の G7 大阪堺貿易大臣会合の開催を記念しまして、来週10月4日に2025年大阪国際博覧会協会および大阪観光局と連携しまして、フォーラムを開催をいたします。フォーラムを開催する場所は、実際に会議が行われる大阪府立国際会議場、対象は主に大阪府内の中小企業等の関係者としております。G7 各国の総領事の皆さんをお迎えをしまして、パネリストに迎えましたパネルディスカッション、そして大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーでもあります慶応義塾大学の宮田博明教授、また2025年大阪国際博覧会協会の吉村幸子氏による特別講演など、 G7 各国の万博にかける期待やビジネスチャンスについてのとしての万博について考えていただける内容でもありますので、ぜひ多くの方ご参加いただきたいと考えております。こちらも先着200名、そしてインターネットでこの G7 貿易大臣会合のホームページからネットで検索していただければ、そこから申し込みが可能ですので、ぜひお越しいただけたらと考えております。会合の開催そして成功に向けて引き続き着実に準備を進めたいと考えております。私からは以上です。すいません、もう一問ありました。すいません、はい、すいません、最後の一枚ですね、はい。そして10月1日から順次歓迎行事を開催する地元商店街などご協力をいただきまして、横断幕や街頭のバナーフラッグなどでシティドレッシングを実施をいたしたいと考えております。堺の中心部がこのフラッグだったり横断幕多く見ることになるかと思いますので、ぜひ市民の皆様、市内を訪れた皆様にもだんだん迫ってくるこの G7 貿易大臣会合堺で行われる初めての大臣会合でもありますので、楽しみに、そしてこの会合に注目をしていただきたいと考えております。私からは以上です。それではただいまから質疑に移ります。挙手の上社名を告げていただき、ご質問の方をよろしくお願いします。ご質問ございますでしょうか。日本経済新聞社さん、どうぞ。日経の高瀬でございます。夏がようやく終わりにかけて戻ってきましたね。イノベーション拠点についてお尋ねしたいんですが、まずこの整備費、どれぐらいかけてこういうのを整備されたのかという出てったお金と、今後年間どれぐらいの運営費がかかるという見込みなのかと同時にですね、どれぐらいの利用者というかですね、利用頻度、もしくは登録者数を想定していらっしゃるのか、数字の話ばかりではありますけれども、ちょっとお願いします。はい、まず予算額としては、すでに令和5年度の予算、当初予算として4484万円を予算として計上をしております。実際の運営は S キューブを今も外国団体として行っておりますので担うことになります。実際の利用の目標等ありますが、担当者説明してもらえますか。はい、担当者どうぞ。利用者なんですけれども、現在のところですね、プログラムベースではあるんですけれども、セミナーとかあるいはビジネスプランコンテストなどで仲間の方に600名ほどお越しいただいております。で、それに加えてですね、この拠点の方でですね、何倍にも
来ていただけるようにちょっと仕掛けていきたいと思っておるところです。で、その根拠なんですけれども、学生とか子育て世代の女性とかですね、今まで来られてなかった方に多くご利用いただきたいと思っております。で、運営事業者の方でですね、これまでいろんな地域でですね、実績を上げておられてますので、これから相談しながらですね、利用者数をどんどん増やしていきたいと思っております。以上でございます。600というのは現状で年間来てはる人っていう。さようでございます。年間ですね。はい、とりあえずこれで ありがとうございます。はい、はい、それでは日刊工業新聞さん、よろしくお願いします。はい、日刊工業新聞の小林です。イノベーション拠点について、はい、これ運営されるのはアトミカさんというところでよろしいんでしょうか。そうですね、はい。先ほど実績があるというお話だったんですけれど、まあ、九州でコワーキング施設であるとかそういったものを展開されている業者というふうに理解しているんですが、今回このイノベーション拠点というのはコワーキング施設なんですか。担当者どうぞ。コワーキングということでワークしていただくことはあるんですけれども、例えば今民間の方で新しい働く場としてコワーキング、まあ、ワークするだけの場所っていうのはあるんですけれども、アトミカさんが取り組んでいるのは働くだけでなくて、そこで人とつながる、情報とつながる、それで競争を呼ぶというところで、まあ、コミュニティマネージャーさんをですね配置して人をくっつける、情報を結びつけるということで、ものを、すみません、ビジネスとかですね、取り組みを新しく生んでいくというところが特徴となっております。以上でございます。今東京であったり全国的に、まあ、コーワーキングスペースであったり、もしくは有料で区画を貸したりするような取り組みも多く見られています。この場所は今利用料無料として実施をすることになります。これまでも新事業創造センターということで、まあ、S キューブ比較的創業期の若い事業者の皆さん集まる場所ではあるんですけど、今回この場所を設けることによって、まあ、よりその方たちもそうですし、新しい交流が生まれること、特に今若い皆さんであったり、創業期新しくチャレンジしたい学生さんも含めてですが、利用をしていただくことによって、そこで実際にこのスペースでですね、区画を借りて仕事をするような形ではなくて、交流をしていただくことによって、いろんなアイディアであったり、そこから取り組みが生まれるような、そのための今回コーディネーターを配置をしながらですね、なかなか個別で利用そこに来るだけではつながりも生まれないと思いますので、例えばそのコーディネーターの方々いろいろと連携を取っていただきながら、関心事項をつなげていく、まさにイノベーションというところは違う分野から生まれることも多くある、まさにそれがイノベーションだと思っていますので、この S キューブ内の今回のコミュニティルーム茶室をぜひ多くの方利用していただきながら、どんどん新しい取り組みが生まれるような場所にしたいと思っています。今のお話だと非常にね、場を作ったというよりもその場に集まる人、コミュニティマネージャー、ここに非常に大きな意味があるんだと思うんですが、今回アトミカさんを選定した理由とコミュニティマネージャーに要求している要件を教えていただけますか。はい、担当者どうぞ。今回はプロポーザルの方で選定させていただいております。何社かご応募いただいておるところです。でアトミカさんにつきましてはですね、例えば先ほど事例のありました北九州の拠点というのもやはり大きな参考となっておりまして、あそこでちょっと条件が全然違うんですけれども、北九州の方が新幹線の小倉駅に直結しててですね、商業施設が入る複合施設内で広さが230坪ということで、S キューブの拠点のもう7倍ぐらいの拠点になるんですけれども、こちらの方でですね、実際に1年間の延べ来場者数が1万7000であったりとかですね、今月もマッチング件数が20件あったりとか、かなりの大きな実績を持っておってですね、でそれを各拠点でいろんな地域特性に合わせて、施設の特性に合わせて、人の特性に合わせてこう実績を上げておられるというところで、そこが主な選定理由となって、非常にこう実績にあられるということで選定させていただいているところです。コミュニティマネージャーの選定、コミュニティマネージャーの選定なんですけれども、今回
アトミカさんの社員の方になるんですけれども、今回ですね、50歳の方、この方がですね、もともと中小企業経営に携わってたりとか、あと大阪市内のコワーキングスペースでですね、実際にそのコミュニティマネージャー的な仕事をやっておられた方というのを一人配置させていただいております。もう一人がですね、20代の女性の方なんですけれども、学生の時にですね、スタートアップ企業に働いておられた方ということが方が配置しております。あともう一人ですね、学生スタッフとしてですね、関西学院大学に今在学中で、堺市内にある仙北高校の出身の方なんですけれども、この方にもですね、学生スタッフとして配置することになっております。まあ、年齢層、性別、いろんなこう方をですね、配置することによっていろんな方にちょっとご利用いただけるような体制ということでさせていただくことになっております。以上でございます。人や情報をつなげて競争を生み出すということ、人や情報をつなげて競争を生み出すというのには、堺の企業であるとか地域特性であるとか、もちろん一般的な話だけではなくて、そういったものに対する知見というものが非常に重要になってくると思うんです。ただ今の話聞いてると、あまり堺にゆかりがないような感じがする。このあたりをどうやって S キューブがサポートしていったり、例えば商工会所であるとか三振センターであるとか、そういうところが、座組を組んでやる、バックアップするような体制があるのかどうか、そのあたり教えていただけますか。はい、もちろんこの S キューブ内に置かれる拠点でもありますので、強固なサポートというか、もちろん連携一心にしながら行わなくてはいけないですし、堺の企業しかできない、もしくは堺企業だけに限定するということでもちろんありませんのでね、実際に関わっていただける、今回運営していただける事業者にも適切に広い視野を持ちながら運営をしていただける。でその意味ではもちろん S キューブでありましたり、堺市、また産業振興センター、そしてすぐ近くに拠点を構える堺商工会議所、今も私が着任して就任してからでもそれらの協力関係というのは深めておりますが、さまざま皆様からの協力も仰ぎながら、今回例えば新しいスタートアップを始めようとする若手創業者、もしくは学生の皆さんであっても、今の例えば伝統産業であったり中小企業の皆さんとの連携によって新たなビジネスが生まれることも多くあると思っていますので、これから10月からスタートいたしますが、堺市としてもきちんと責任を持ってですね、つなぎ合わせながら応援をしたいと考えています。例ではないということですね。はい、もちろんです。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。日経新聞さんどうぞ。ちょっと関連するんですけども、よくこれまで、2年3年近くですね、場を作る場を作るという話はいろんなところで関わっていると。それは観光であってもこのイノベーションであってもですね、それはあるんですけども、作ったから来るわけではないんですよね、人は。なんですが作りましたよで終わってる印象が非常に強いの で特に三振センターと S キューブと将棋所って並んでるじゃないですか。で時々あそこでイベントがあると、包丁祭りとかあるんですけども、中本駅には全く何の告知もされていない。で駅に降りた人がフラッと行くような場所ではなくて、もうそこに狙った人だけ来ればいいんだと、分かってる人だけ来ればいいんだと、俺たちは場を作ってるんだと、意識があるやつだけ来ればいいんだっていう感覚になるんですが、堺市としてこれからの鉄砲の屋敷もそうですけれども、そのフラッと足を運ばせるための告知というかですね、駅に降りた時に今日どこか行こうかなと思って来るという人が、駅に降りた時街を歩いてる時にフラッと行くような告知をもう少ししていかないとですね、結局人は集まってこない。で中本にわざわざ行くんだったらみんな難波か梅田に行くわけですよね。だそうじゃなくて来てもらうためには難波か梅田に告知がなきゃいけないだろう。だそういう意味で その場を作ることはいいんですけれども、そこに来てもらう人の流れを作るための工夫というのがほとんど全く見られないんですが、その件についていかがでしょう。はい、今ご指摘いただいたことは大変重要だと思っています。この数年の間でもですね、もちろん場を作るだけではなくて、さまざま取り組みを行いながら発信も十分ではないにしろ行っていますが、例えば鉄道事業者との連携、大阪メトロさんであったり南海電鉄さん、こちら私自身も協議を行ってですね、
必要な発信であったり、イベントの発信とも強化をして行っていただいています。でこれまでの事業は確かにおっしゃる通り、自分たちがその開催するイベントにもうフラッとそこ立ち寄ってもらうというよりも、もうそのイベントにめがけて関心ある方だけが行くということが多かったかと思いますが、やはりそこでとどめてしまっては、堺の成長であったり、またビジネス面での発展も制限されてしまうと考えますので、今回のような、例えば中本のイノベーションに関しては通路にポスターを貼ったりですね、いろいろとその取り組みも行ってはいるんですが、今後交通事業者をはじめですね、さまざま関わる皆様ご協力を得ながら、この取り組み、中本に限った話ではありませんけど、例えば仙北ニュータウンの取り組みであったり、さまざまなところがより多くの方に伝わるような努力はしていきたいと思います。はい、他にご質問いかがでしょうか。毎日新聞さん、どうぞ。毎日新聞の藤川です。お疲れ様です。冒頭での議会を振り返ってというふうにお話をいただいたと思うんですけれど、今回の議会の関係で、維新の市議団の皆さんから、で、議員定数の削減、議員報酬の削減、委員長報酬の削減の3議案が話に上がっていたと思うんですけど、市長どういうふうにお受け止めかお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、これまでも堺市議会では何度も議論をされてきた案件だと思っています。私が市長に就任する前も堺市議会でも、おそらく今回大阪維新の会の市議団が出すよりもより多くの削減を掲げた会派も過去にあったと思うんですね。ただそれぞれの会派が賛成しないと、最初公約数みたいな形でも実現しなかったものですから、もう全て否決されたのということになったものですから、やはりどうやってこれを動かしていくのかと、もちろんさまざま改革を行う上で、まずは身を切る改革だというところは私自身も重要なことだとは思っていますが、やはり議会で過半数の議決を得なければ実現することはできませんので、これ議会の皆さんのルールでもありますのでね、私がじゃあそこに対して報酬はいくらが妥当だということをなかなか申し上げにくいことはありますが、今回提案されて否決されたということで、その原因であったり内容も受け止めながら次の行動を考えられるのかなと思っています。もうまさに今言っていただいた通りだと思うんですけど、一応もう一つその関連で、その今回同様の議案の提出でも直近から2度目になると、でその高い派からはその密室でやってほしいという意味ではなくて、その事前にもう少し調整をしてもらいたかったという声もあって、市長はあくまでその議会と市長というお立場が違うのも分かるんですけども、その大阪維新としてその身を切る改革を進めるっていう方針としては市議団として完全に一致されていると思うので、その事前の調整でその当然議員定数を削減するっていうのは、それだけ場合によっては有権者の声が吸い上げにくくなる可能性もあるので、そこのどこからどの区から何人削るとか、それをどういった数字に基づいて、それがどういった効果を得るかっていうところの事前調整が欲しかったって言ってる会派の方が複数いらっしゃったんですけど、そういう点についてはどう思いますか。事前調整をして実際にうまくいったのかどうかっていうところはあるかと思いますし、その感触も含めて、そこは私自身がその交渉に携わっていませんので、はっきりしたところは分かりませんが、やはりその前の想定であったり感触というところも一定はあったのかなとは思いますね。ただやはり今後ですね、実際にそれを通そうと思った時には、やはり過半数を得るための協議だったり交渉というところは必要なのかなとは客観的に感じます。はい、他にご質問いかがでしょうか。朝日新聞さん、どうぞ。すいません、朝日新聞の遺跡です。イノベーションの話なんですけども、
これ北九州小倉でやってるところかという話だったので、まあ私も北九州にいたんですけども、まあコンパス小倉っていう小倉駅北側のところで、まあずっと前からやってて、でまあここやってるのは多分セントシティっていう南口の方のところをやってるのかなって今スマホで見て確認したんですけども、北九州の場合は文脈としてこの人口の減少対策という意味の移住促進っていう意味合いもちょっと裏テーマとしてあって、でなおかつ、まあ、GMO とか、まあ、これまでさまざまな企業を誘致してきた中でいろいろその誘致してきた企業とのコラボとか、まあ、そういうのもあっての話で、まあ、その文脈としてはその移住定住対策とかという流れで、市長がまあトップセールスをやっていろいろまあこのイノベーションの話とくっつけてるっていう部分がまあるんだろうと思うんですけども、今回のこの資料からそういう視点がちょっと感じられなかったなというところで、そこら辺まあトップセールスも含めて企業誘致あるいは人口減対策みたいなところと絡めて、これをどう位置づけていくのかっていうところをもう少し教えていただけたら。はい、このまず人口減対策って、もうこれは日本全国のこれからの大きな、まあ、今もですけど課題だと思いますが、その人口減を食い止める、特に今少子化が加速している時代ですから、自然減というところはもうこれからも続いていくと、もうガンガン人口がこれから増えていくというよりも減ってくる時代というのは避けられないんだろうなと考えています。一方で社会減については、移動する方、堺市に入ってくる人よりも出ていく人の方が多くなる状況というのは、これは改善に向けて特に取り組まなければいけない課題だと考えています。その人口減という、まあ、大きな課題に関しては、やはりこれは堺市全体としての都市魅力の向上だと、いろんな、それが例えば健康長寿なのか子育て環境なのか、もしくはこれからの挑戦する姿勢なのか、さまざまな要素があって、まあ、そこを計画にしたのが堺市基本計画2025です。ですので今回のこの取り組みに関しても、やはりこれからの時代、イノベーションをどんどん生み出していくと、新しいビジネスを生み出していくと、交流をしていくんだというところに関して、都市の魅力を向上させていくというところで、中本のこれまでの経緯でありましたり、今置かれている立地の状況、また産業支援機関大学が集まっているという状況を踏まえて、中本イノベーション創出拠点ということを掲げております。ですので、そこの場所で取り組みが進むことによって都市魅力が向上して、それがひいては人口減少、社会減の減に、社会減が改善されることにつながるということを期待をしています。で、私自身も今回は特にスタートアップということで、トップセールスということで、私自身もイノベーションのイベントに参加をしたり、お話を聞いたり、もしくは今回も対談をいたしますが、私自身も前に出て行っていきますし、いますし、一方で大企業だったり既存の堺の事業所の皆さんに関しても、トップ同士での話というのは積極的に行っていまして、イノベーション投資促進条例もあります。そこはもう何百億単位という結構大きな規模もありますが、そこでも今堺市に積極的に投資もしていただいている状況ですので、これからのスタートアップみたいな新しい産業を生み出す、新しいビジネスを生み出すというところ、そしてこれまで大いにご活躍をいただきながら堺の成長に発展貢献していただいた企業の皆様に関しましても、これからも新しいチャレンジをどんどん後押しをするために、私自身前に出て動いていきたいと考えています。もう一つ、鉄砲鍛冶屋敷なんですけども、今堺鉄砲館っていう民間の、まあ、施設があるかと思うんですが、それとの連携、住み分けっていうのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。はい、民間で今提供されている、関わっていただいている
場所があるというのは私自身も把握をしております。私にも大変近いところにありますので、もちろん連携しながら取り組んでいきますが、今のところの連携状況と分かりました。担当者、担当者お願いします。ですね、堺鉄砲館につきましては本当にこれまで長い間ですね、実物の鉄砲を子どもたちにも触らせたり使い方を説明したりという点で大変大きな貢献をしていただいていると思っております。ただいま市長も言いましたようにですね、鉄砲鍛冶屋敷というのは先ほど申しましたような本物のものづくりの空間ですね、火縄銃を作っていた建物でございますので、火縄銃を作るという堺の歴史を感じていただける施設ということで開館をしてまいりたいと思います。鉄砲館はですね、そうやって作られた鉄砲をですね、数多く備えておりますので、それを実際見ていただくということで民間さん の運営でですね、週末を中心にした運営ということで今進められておるんですけれども、鉄砲鍛冶屋敷の開館によってですね、お互い共存共栄と申しますか、堺の鉄砲作りの歴史を共に発信できるようなですね、形で調整をしながら取り組んでまいりたいということで、進めていく予定でございます。以上でございます。ありがとうございます。最後もう一つ、このチラシを見るとこの公演の報告、第2部の報告のところで CG による火縄銃制作の可視化っていうのがあって、おそらくその CG 作ったんでその鍛冶屋敷の中で CG で見られるんではないかなという推測は成り立ったんですけども、この一歩進めてこの拡張現実みたいなAR の技術を使って、多分そのさっき言った堺鉄砲館って実物をこの肩に担いでずっしり感じることはできても、実際に撃ってその射撃の反動とか音とかそういうのを感じるっていうのは施設では難しいとは思うんで、この CG まで作ったんだったらそこのAR 技術も取り込んでそこら辺の実体験をより感じられるような迫力ある施設っていうのにしていかれるおつもりがあるのかないのか、その辺を教えてください。はい、貴重なご提案ありがとうございます。私自身もこの鉄砲鍛冶屋敷についてはもう就任後からさまざま打ち合わせ繰り返しながら関わっておりまして、今まさに大詰め段階でどこにどういう展示を置いてどういう見方をしていただければより体感であったり実感をしてもらえるかということを考えています。今おっしゃったAR というのもスマホをかざしてそこの風景と合わせながら感じることができる技術だと認識してますので、大変アイデアとして、特に堺の今のこの歴史というのはなかなかもう形が残ってない歴史が多いものですから、この鉄砲鍛冶屋敷だけでなく看護依頼についてもぜひ今のいただいたご指摘も踏まえながらより分かりやすく体感できるような工夫をしていきたいと思っています。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。 NHK さんどうぞ。 NHK の高橋と言います。G7 会合における堺市のですね、魅力発信のお話なんですけど、警備上の問題さまざまあるとは思うんですけど、ちょっと魅力発信のその手立てがなかなか見えづらいなと、シティドレッシングとか給食ももちろん大事だと思うんですけど、5階のいつも遅くまで作業されて職員の方の準備室のこのコストというかリソースと結果が本当に見合ってるのかなっていうか、市長手こ入れされないのかな、気づいたらあっという間劇場でもう全部終わってましたっていう恐れは本当にないんでしょうかっていう、その懸念ともう一歩できないのか、いやいやレセプションで素晴らしいものがあるから黙って見てろっていうことであればそれでいいんですけども、ちょっとそのあたりいかがでしょうか。はい、手こ入れというか私自身が責任を持って関わって今特に堺市内の
歓迎行事等についてですが、準備を進めています。マスコミの皆さんについても、確かにその警備とかシティドレッシングとかカウントダウンとか、そういうところの取材もしていただいておりますが、なかなかじゃあ実際どういうことが行われるかという情報が出てこないという、少しやきもきされている面もあるかなとは思います。私自身ももう発信できる情報というのは極力どんどん表に出していきたいという思いがありますが、この G7 大阪堺貿易大臣会合、大阪堺という地名ついておりますが、経産省、外務省、さまざま機関関わる極めて重要な会合でして、そこで合意が取れたもの、協議が整ったものから発信をするという状況です。で、本日も私から担当者にですね、より発信ができるように、もうあと1ヶ月、ちょうど1ヶ月ですので、期待感も含めて実際どういうことが行われるかというところが、なかなかぼんやり見えないままで、中ではもちろん着実に準備はしておりますが、表に見えないままでは伝わりにくいというのもありますので、改めて国と協議しながらですね、どういう発信を、どういう情報を今の段階でお伝えできるかと、またこれからのお伝えできる段階も含めて検討するようにというのは伝えていますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。私自身はきちんと責任を持って携わっておりますので、はい、着実に準備を進めます。それでは他にご質問いかがでしょうか。日本経済新聞社さん、どうぞ。手短に3つ、G7 関係でですね、特別警戒訓練の件なんですけれども、これ、不審者はすでに現場警察官に確保され、爆発物は除去されたというところから始まるとあるんですが、これ当然要人の方たちもすでに現場を去っていて、で一般の方たちが負傷したという前提で、訓練されるということでよろしいんでしょうか。と公開するものはないんでしょうけれども、そういう意味では警備警察、もしくは大阪府市と合同の訓練みたいなのは、すでにされてらっしゃるんでしょうか。担当者、どうぞお願いします。すみません、消防局の金井と申します。大阪府警の方は、もう9月に、実施されておりまして、今回は堺消防局がメインとなって実施、させていただきます。で、また10月下旬の方で大阪市の方、大阪市の消防局さんもまた単独で実施されるということで、はい、聞いております、はい、みんな揃って訓練というのは、想定はされてないわけですか。想定しておりません。お話ありがとうございます。状況が知りたかったのでありがとうございます。バナーなんですけれども、これは大阪市内も同じものを同じ時期に同じように掲げるんでしょうか、それとも堺市内だけなんでしょうか。これ今、堺市内のお伝えしてますけど、先週知事の記者会見の時でもこのバナーの堺市のことで紹介されていました。大阪市はどうなんでしょうか。担当者お願いします。全く同じものを大阪市内でも掲げる予定でございまして、ちょうど中之島通りという御堂筋から左入ったこちらから入ったところはずっと、800メートルぐらいでしたっけ、ずっと掲げる予定ですので、全く同じものを掲げる予定でございます。別にこれ堺のオリジナルというわけではなくて、大阪市も堺市も同じバナーが掲げられるという理解でよろしいですか。はい、よろしい。はい、田中さんお願いします。バナーですけど、我々協議会は大阪府と堺市でやっておりますので、そういう意味では大阪市さんの協力も得ながら、3社で連携しているというふうに考えていただければと思います。あと最後、そのイノベーション拠点なんですけれども、そもそもイノベーション拠点なんですが、そもそもになってしまいますが、非常に市長は中百舌という地域にこだわっていろいろやってらっしゃると。でその背景には将棋所と S キューブと三振センターという箱物があるからという理由なのかなと思うのはですね、堺ので本当にそういうイノベーションの人たちを集めるために今から考えなきゃいけないのは、関空と何は推薦でしたっけ、あれがつながって新大阪から直結されると。その時に新大阪関空間のノンストップ特急ばっかり走るリスクっていうのはあるわけですよね。でそうではなくて、全ての特急が堺に止まらせるんであるならば、その北九州市が小倉の駅ビルの中に設けたように、堺駅の機能というのをもう少し高めていかなければ、まさにこういう機能を堺駅に置くことで、関空で降りた人も新大阪で降りた人も難波の人もみんな堺に来ればと、あの駅に行けばっていうふうな戦略性を持つべきではないかと。
中本中本とおっしゃいますけれども、それほど利便性が高い場所だとは私は思わないですし、南海電鉄さんの経営方針もあって中本に急行止まらないわけですよね。中本行こうかなと思ったらいつまで北野田ついてるってことはしょっちゅうあるんですけれども、そういう場所を拠点だ拠点だと言って、しかも一家ちょっと離れたところを箱物をこうするんだっていうことに、本当にイノベーションがこの堺に根付くのかということについて基本的な疑問を持ってるんですが、その点でいかがでしょう。はい、厳しい指摘だと思いますが、決して箱物があるからそれを使うというわけではありません。例えばこれは大阪公立大学、ただいたんだことなのであれですけど、大阪公立大学っていうと箱物ではありませんよね。もちろん学者だった校舎はありますけど、大学の存在は箱物ではなくてですね、学生を、そこで、勉強してもらう、もしくは社会に送り出すという大変重要な機関でもある、高等教育機関であるはずです。堺市会議長におかれましても、確かに建物はありますが箱物ではなくて、堺の商業者の皆様をつなぎ合わせて連携を図って、そして産業を高めていく大変重要な役割を担っていらっしゃる。決してその箱物ではなくて、これまで中本に集積してきた機能が多くある、しかしその一方でそれをなかなか生かしきれなかった歴史がありました。ですので、このただ中本の今の地の利でありまして、メトロの終着点、そして仙北高速鉄道、南海高野線、また時山線という大きな道路も通っている、この立地を生かさない手はないというところで、今私が就任後ですね、力を入れているということがあります。そして堺全体を見たときには、これ中本だけじゃないんですよね。堺全体の中で魅力や可能性があるけれども、なかなか生かしきれてなかった場所が多くある。そのうちの一つが中本として、産業出席している大学がある、地の利が、鉄道があるというところも、交通アクセスが便利だというところも含めてイノベーション創出拠点を置いてますが、他の地域でもさまざまな取り組みを行っています。中本においてはイノベーション創出拠点として位置づけたということです。でおっしゃるように、2031年に予定されている浪速筋線というのは大変重要なポイントだと考えています。私も就任直後からこの2031年に堺駅が通過駅になってはいけないということを、これはもう全庁的に伝えながらですね、でそこに基づいてグランドデザイン2040であったり、堺市基本計画2025、また今都心未来創造ビジョンというのも今年策定をいたしました。その中でも堺東駅、そしてこれから浪速筋線の玄関口となります堺駅についてですね、注力をしながら堺市の姿勢を示しながら取り組んでいくということを行っています。もちろん駅については民間事業者の皆様との連携が欠かせませんので、ここについても私自身が民間事業者のトップ同士の会談を繰り返しながら方向性の共有を図って、2031年を通り越して2040年というところでは南海高野線の連続立体交差が実現する予定の年でもありますから、その中長期も見据えながら今行動しているという状況です。はい、それでは他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問がないようですので、これにて視聴記者会見の方を終了させていただきます。ありがとうございました。